皆さんこんにちは、田中玲子です。今回は皆さん自律神経を整えるマッサージ、これは夏バテ、秋バテ、冬バテ、春バテ、何のにでも効くのでぜひやってください。自律神経っていうのは本当にストレスがあっても乱れます。もっと仕事がハードだとか学校の試験があるとか、もう何でも何でも皆さん自律神経って乱れるんですよ。それを整える、これが本当に健康を保つ一番だと思ってます。その自律神経に一番影響するのは脳なんですよ。それもですね、脳の視床下部ってあるんですけど、それからの指令で脳下垂体がある。で、脳下垂体からいろんなホルモン出る。ですから脳をすっきり、頭をすっきりさせることもとっても大切なんで、今日は皆さんに頭の血液が良くなる、老廃物も流れる、それから自律神経がまた通っているところを整える、3ついっぺんに改善しちゃうようなやり方をお教えします。いつも皆さんに教えている首尾点はここ、横から胸鎖乳突起、ここに胸鎖乳突起あります。これをこんな形で皆さんによくやる。これだけじゃなくて、自律神経整えるのには頸椎尾点、これが首の真後ろです。それを整える、頸椎尾点と首尾点を同時に整えるんですよ。さあじゃあやりますよ。いいですか、指はいいですか。皆さんこういう形で少しこんな形で軽く曲げましょう。で、揃えないで少し開けます。はい、いきます。この頭の付け根、真ん中、ここに頸椎、これ首の方でいいですか。ここにこんな形、人差し指が一番頭に近いところ、はい、しっかり押さえてグーそうです、はい、しっかり押さえて、2番目ちょっと下に押さえて、はい、そこからグーッと下で、それから、はい、3番目よ、はい、形で、はい、4番目1センチずつぐらい下に置いて、で5番目で、これは肩にかかるぐらいにして前に行きます。もう一回いきますよ。はい、1番目、はい、ここからここまで、はい、2番目少し下を、はい、ここまで、で前はここまでですよ。はい、3番目がグーで、そして、はい、4番目やって、最後はこの肩に引っ掛けてですよ、鎖骨のところまでこうやってくる、これがコツなんです。反対も同じようにしましょう。こんな形で一番頭の本当に付け根まで行って、でこのまま、はい、表の胸鎖乳突起まで、はい、しっかりやって、はい、グーッなんですよ。はい、本当また1センチぐらい下をグーッで、また、はい、1センチ下をグーッ、最後は肩に引っ掛けて、こういう形で首の真後ろからこの胸鎖乳突筋までグッとくるんですよ。下に行けば行くほど距離がグッと長くなる、ね、上はこんだけの距離だけど、ね、下行くとグッ、こんな形でやってみてください。首の後ろのところっていうのが自律神経が通ってるところ、そしてこの前の方には頭に行く、ね、本当に新鮮な血液を運ぶ血管、それから老廃物を流す血管、両方が知ってるので脳の本当血液循環も良くなる。それと同時に自律神経が整う、ここは自律神経、特に迷走神経が、まあ、知ってるので、ここを整えることによって本当にリラックス効果が生まれるから、ぜひ皆さんこうやって首の後ろから前まで、頸椎尾点から首尾点までを全部やってください。同時にですね、これやると顔引き上がる、自律神経を整えながら小顔効果、顔もすっきり、目もすっきりなので、ぜひやってくださいね。調子が悪かったら本当にこれを時々思い出してやってくださいね。頑張ってね。